秋になりましハロウィン。10月ももうすぐ終わっちゃうんだな。春ハロウィン。今年もお菓子いっぱいもらえるかな。ハロ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 ウィン。が、その子の負け。ちゃんとハロを1個増やしたよ。いいや、私はハロハロウィンって言ったから、次はハロハロハロウィンだろ。あちゃー、じゃあもう一回最初から。今度はワッシーもご一緒に。そんなナンパの遊びやらないわ。まったく、ハロウィンは本来怖いものであるべきなのに。そっか、残念だな。スミも一緒に楽しんでほしい、ハロウィン。うんうん、ハロウィンゲームはみんなでやった方が楽しい、ハロハロウィン。あら、なんだか面白そうね。何してたの？あ、もしかしてフーさんはヒックヒックゲームですか？ヒックヒックゲーム？私たちは皆さんが考えたハロウィンゲームをやってたんです。何それ？言葉の最後にハロウィンってつけるんですけど、順番に1個ずつハロを増やしていくってルールで。まさか同じようなゲームをやってる人がいたとは。一心伝心。いや、私のそういうんじゃ。え、じゃあもしかしてそれただのしゃっくり？大丈夫ですか？さっきからずっと止まらなくて。大変ですね。びっくりすれば止まると思うんで、今から私たちで何かドッキリでも。銀、それを言ってしまっては驚きが軽減してしまうわ。ドッキリは不意打ちが基本でしょ。そうですね、このくらい唐突に。ってばびっくりさせないで。お、しゃっくり止まった。あら、本当ね。東郷ありがとう。ごめん、まだだった。残念、突然登場という切り札を使い切ってしまったとなると、残された手は階段はどうでしょう。東郷さんの息を飲むような語り口ならきっと。東郷の階段けど、今いるメンツでフーさんを驚かせるにはそれが一番いい気が。それしかないのかしら。じゃあ、どうも優しめのやつお願い。スプラッタだけはなしでね。わかりました。ではここで落語を一席。昔から流行り廃りなんてことを言いますが、これは何も人間ばかりじゃなく神仏にもあります。疫病神、貧乏神、宝相神、死神なんぞは古典落語の死神ね。死神、死神はいつきで間に合ってるわよ。ほら、今にも消えそうだ。早く死ぬ、死ぬ。トゴさん、演技がすごすぎてこっちもデゾクゾクしてきた。怖いよ、ろうそくが消えちゃったら死んじゃうよ。怖いよ。消える、消える、死ぬ、死ぬよ。ほら、もう消える。いやー、もう無理無理無理。怖い。この迫力でまだしゃっくりしてる風さんもある意味すごいけど、そろそろ話の終わり、下げに入るわ。この一席で止めることはできるのかしら。ほら、消えた。いやー、耳元に死神の息が。止まったみたいね。気絶しただけって説もありますけどね。ギャラリーがいっぱい。いや、いいものを聞かせてもらった。落語で階段っちゅうのもおもろいもんやな。すごいやん、トゴ。ありがとうございます。
でもこんなにたくさんの人に聞いてもらえるならもっと稽古をして臨むべきでした。いえ、十分素晴らしかったですよ死神さん。不気味で怪しいけれど時折ユーモアもあって、私もいつか機会があれば演じてみたいとさえ思いました。笑顔で大釜を振り回す死神日向、すごい構図になりそうだ。キュピー、だったら今年のハロウィンは死神のコスプレをしたらどうかな。なるほど、それなら皆さんにお披露目もできますし、衣装や大釜も手作りすれば死神といえば樹、あんたも得意じゃない。私は無関係です。大釜の使い方ならぐんちゃんに任せて。基礎からしっかり指導するわ。鎌の使い方ですって、農業にも役立ちそうだし、私もレッスンに参加させてちょうだい。なんだか盛り上がってきたみたいだし、いっそお化け屋敷でもやってみたら面白いかも。それいいな、勇者部プレゼンツのお化け屋敷、ハロウィンにぴったりじゃないか。フンはまだ失神中だし、他に反対の人がいなければ先に話まとめちゃいましょうか。お化け屋敷か、私も怖いのはちょっと。あ、じゃあいつきちゃん、お化けをやったらどうかな。驚かす方に回れば怖くないよ。そっか、それなら私もできそうです。皆さんがやりたいなら私も賛成です。フー以外全員の OK が出たみたいね。これならフーだって何も言えないはずだわ。ん？黒板に何か書いてあるわね。勇者部プレゼンツハロウィンお化け屋敷？ちょっと何勝手に進めちゃってるのよ。いつき、あんたはもちろん反対派よね。それがかくかくしかじかでお化け役をやるなら楽しそうかなって。なんですって、いつきを怪獣しちゃうだなんてやり方が汚いわよ。私は絶対反対なんだから。言っちゃいましたね。まったく、人が気絶している間にお化け屋敷だなんて。フーがいたぞ。おい先輩、話聞いてくださいよ。お化け屋敷をやるメリット結構いっぱいあるんですよ。例えば一般公開のイベントにすれば地域のみんなが楽しんでくれるわ。会場前でかぼちゃの即売会をやれば農家のみんなも喜ぶし。お姉ちゃん、いつも言ってたよね、今までにないハロウィンをやりたいって。言われても嫌なものは嫌なのよ。いつきちゃんが説得してもダメとなると諦めるしかないのかな。そうや、ふうにええこと教えたるわ。実はな、お化け屋敷ではいつも、なんですって、いつきが邪教のシスター役をやるですって。そんな話初めて聞いたけど。しずさんのことだから何か考えがあってのことだと思うわ。様子を伺いましょう。はい、ごっくり。妹シスターだけにシスター。なんつって、ただのダジャレかい。しずか、それってつまりいつきがシスターの格好をするってことも。その通りや。どうや、これでもお化け屋敷に反対な。やりましょう、勇者部プレゼンツハロウィンお化け屋敷。わあ、お姉ちゃんと静香さんが固い握手しちゃってる。というわけで今年は勇者部プレゼンツハロウィンお化け屋敷を開催するわよ。なんかいきなりやる気に満ち溢れちゃってるな。そ
りゃそうだよ。いつきちゃんの邪教のシスターなんて絶対見たいもん。日取りはハロウィン当日の10月31日ってことでいいわよね。時間はどうするんです？どうせやるなら夜の方が盛り上がりそうですけど。そうね、かぼちゃのランタンを灯せばぐーっと雰囲気も出るし。無理無理無理、それは無理。夜だけはやめて。風先輩がそこまで嫌がるならお昼にやってもいいんじゃないかな。そうね、開催の許可が降りただけでも奇跡のような話だし。じゃああとは場所を考えないとね。どこかいい場所ない？校庭ならば広々使えるのではありませんかと。昼間の校庭明るすぎない？じゃあ体育館は？暗幕引いちゃえば真っ暗にできるし。残念ながらその日はバレー部が試合で貸し切るそうよ。他に広くて自由に使えそうな場所って言うと、市民会館はどうかな。広さもあるし、お昼でも真っ暗にできるし、市民なら安く借りれるし。みーちゃん、グッドアイデアだわ。ホームページを見たところ31日は行事も入っていないようですし、交渉の余地がありそうですね。よし、じゃあ場所はそれで仮決めってことで、あとは肝心の内容を決めなきゃね。何かない？お化けそのものの怖さよりも五感で感じる怖さに焦点を当てるのはどうでしょう。匂いとか音とかでじわじわ怖がらせて追い詰めてくっていうあれだね。いいかも。あとシスター役はマストやさかい、教会は絶対必要やで。じゃあ教会の周りが墓地でゾンビがうじゃうじゃ出てきたりとか。少し王道すぎる気もしますが、逆に面白いかもしれませんね。うーん、楽しそうだけどちょっとハロウィン要素が足りないんじゃないか。っていうと？いっそのことお化け屋敷のセットをお菓子でやってみるとか。お菓子の家か、面白そう。でも市民会館でやらせてくれますかね。準備が大変な上にアリの行列でも招いてしまった日にはそれこそホラー。ダメか。じゃあ他にハロウィンっぽさって言ったら、バーテックスがアピールしてきた。確かに見た目ホラーだし、ハロウィンっぽいっちゃっぽいかもしれないけど。そういえばフーさん、バーテックスもお化けのような見た目ですけれど怖くはないのですか？怖いわよ。お化けじゃなくてもバーテックスは怖い、それは忘れてないわ。でもぶっ飛ばせるだけお化けよりマシね。さあみんな、奴らをぶっ飛ばしに行くわよ。市民会館貸してもらえるといいですね。勇者部の代表としてきっちり交渉してくるんよ。それにしてもなぜこの4人なんだ？フーさんはどうした？他の依頼でお忙しいようなので、このメンバーでと私が申し出たんです。少数精鋭の方が先方のご迷惑にもならないと思いますし、と言いつつ本当は若ちゃんとデートしたいだけだったりして、こぶつきになっちゃってすみません。いいんですよ、今日もここに来るまでは二人っきりでしたから。それは事実だが、そんなことよりお化け屋敷の概要について我々も考えてみないか。テーマみたいなことですか？確かに和風だったり洋風だったり、お化け屋敷にもいろんなテーマがありますものね。前にテレビで閉鎖された病院みたいなお化け屋敷を見たけど、すっごく怖かったよ。廃校とか廃ビルからお化けがうじゃうじゃみたいのも怖いです。なるほど、世界観は様々ですけど、私のイメージする死神さんはどの場所もしっくりきます。確かに
どこにいても違和感がないな。死神とはお化け界の大ボスなのかもしれないな。そうしている間に市民会館に到着。いざ出撃。トリックオアトリート。こらこら、大事な交渉の場だというのに何を舞い上がってるんだ。テンション上がっちゃってつい。まったく、先が思いやられるな。こんな調子で交渉なんて大丈夫か。でしたら私と若葉ちゃん二人で行くのはどうでしょう。それがいいかも。私たちは外からパワーを送ってみるよ。交渉成立、交渉成立。ひなた、若ちゃん、どうだった。それが、もしかしてダメだったんですか。ああ、31日は空いていたのだが、前日まで別の行事が入ってしまったそうでな。準備の時間などを考えると、ここでやるのは現実的ではないことが分かりまして。そうなんだ、しょんぼり。じゃあじゃあ、どこでやりましょうかね。学校内には使えそうな場所がないようですし。では寮はどうだ。寮の多目的室なら多少手狭にはなるが、時間をかけて準備もできる。それいいかも。寮なら使い放題ですし。いいですね。その方向でフーさんにも相談してみましょう。芽吹に追われた資材はこれで全部か。うん、重たいから無理せずゆっくり帰ってきてねって。このベニヤや角材がお化け屋敷になっちゃうんだな。ああ、楽しみだな。楽しいことの準備をしている時が一番楽しいな。浅いようで深い言葉ね。私もそう思うわ。設営、いい感じに進んでるみたいね。おーい、芽吹、追加の資材買ってきたわよ。じゃあ、あれ、おーい、現場監督がどこに行ったのかしら。あ、あそこ、風先輩と誰かとお話ししてるみたい。ずいぶん人が詰めかけてるみたいだけど、ソフトボール部のみんなじゃない。あ、カリンたち、おかえり。みんなが設営の助っ人をしてくれるんですって。勇者部にはいつもすっごくお世話になってるので。わー、嬉しいです。いろいろやってきた甲斐があったわね。お手伝いはソフトボール部さんだけじゃありませんよ。私たちも衣装作りのお手伝いをさせてもらってます。あと、これは差し入れに上里さんと一緒に元気の出る特製ドリンクを作ってきました。さすがは家庭科部さん、ありがとう。それで衣装作りの方は順調？はい、頼もしい助っ人さんたちのおかげでいいものが作れていますよ。それより、風さんは大丈夫ですか？かなりホラーなセットを作っているようですが。怖いけど、みんなとやってるから楽しいわ。犬坊崎さん、死神に声をかけられてるわね。日向は仏だ。その証拠にほら、こんなに手の込んだ差し入れを持ってきてくれただろう。それもそうね。パンチの効いた味で元気が出そうだわ。何が入っているかは内緒ですけど。死神にそう言われると迫力あるわね。心は錦、最強にゴージャスな
ゾンビを演じてみせますわ。ゴージャスさ、いらないと思う。あれ、ふう、いっつんあっちで試着しとるで。なんで背中向けとるん？さては衣装合わせの時点からお化けに怯えているのね。そんなんじゃないわよ。私はモチベーション維持のために我慢してるの。モチベーション？月のシスター姿を見るのは当日のお楽しみ。そうすれば怖くても準備頑張れるでしょ。なるほど、考えたのね。ほな、うちがフーのために実況中継したるわ。シスター姿の一寸はな。あっか、可愛すぎて言葉失うわ。ってそれじゃ実況にならないじゃないの。それやったら自分で見たったらええやん。振り返ればそこにおるんやで。かわいいかわいいシスター姿のシスターが。見たい見たいけどダメよ、我慢するわ。でも他のみんなの衣装は見たんですよね。怖くなかったんですか？そうね、トリプルユーナズのキョンシーは3人お揃いってところに圧を感じたし、タマとミロクのゾンビも迫力あったわね。夜中に見たら危なかったわ。思ったよりも平常心で見ていたんだな。フーさんも頼もしくなったものだ。でしょ？もしかしてお化け？落ち着いてスズメ、ただの停電よ。だって昼間なのにこんなに真っ暗、絶対に絶対にお化けですよ。そんなわけないわよね。着替え中だから遮光カーテン引いてるだけで。フーさん、ずいぶんと余裕が生まれてきたな。そりゃそうよ。この程度の停電、痛くも痒くも怖くも。そろそろ復旧する頃だと思うので、試着中の皆さんは衣装を壊さぬよう。うわっ、ギャー、お化けが覆いかぶさってきた。何よ、日向じゃないの。すみません、足元のコードにつまずいてしまって。大丈夫、暗いんだから気をつけて。それにしても電気まだ復旧しないかしら。ふうさん、本当に頼もしくなったのですね。こんな暗闇でも非常に振る舞うなんて。私だって日々進化してるのよ。そうだ、まずはカーテン開けてちょうだい。そうすれば。死にまみふうさん、ふうさん、大丈夫ですか？日向に驚いて失神してしまったようだな。うっかりしていました。衣装のまま近づいてしまうなんて。お姉ちゃん大丈夫？お姉ちゃん、ふうさん、目を覚ましてくれてよかったです。2度目の失神や。ああ、大丈夫ですか、ふうさん、ふうさん。とりあえず日向さんはその衣装を脱いだ方がいい気がするね。そうだな、このままでは失神と覚醒の無限ループになりそうだ。